はい、皆さんこんにちは。今回はですね、うちの店長の車、タミヤグランプリ九州大会用のやつなんですけど、もう一台作っていきたいと思います。でもう一台ということなんですがね、これマイティフロッグ改造したやつを使ってもらおうと思ってやってたんですが、ちょっとトラブル出まして、もう修理して直ってるんですが、まあ、現地でね、またトラブル出ると直すっていうのは大変ですのでね、もう一台こう壊れにくい車作っとこうかなという話になりまして、このグラスホッパー2ですね。これは私のグラスホッパー2改造した時に余ったパーツなんですけども、足りない部品をですね、タミヤのカスタマーセンターというところに注文しまして取りました。で、部品が揃いましたので、作っていきたいと思います。で、やっていきましょう。はい、完成しました。まあね、普通のグラスホッパー2で、違うのがっていうのは、そのオプションみたいなのつけたのが、その前後ダンパーですね、この白いところ。だから私の TT02B についてたオイルダンパーですね。グラスホッパーのオイルダンパーついてませんので、代わりに余ってたオイルダンパーをつけてみました。一応説明書通りですね、これはつけてます。まあ車高もそんなに高くなく、いい感じに仕上がってると思います。で、ボディはですね、グラスホッパー2のボディは私が使ってますので、ホーネットのボディ用意してます。で、まあホーネット、シャーシはグラスホッパー2ですけど、ボディはホーネットで、まあ、出場するっていう感じですかね。ちょっとテスト走行をしてみたいと思います。はい、これが、明日ですかね、日曜日のタミヤグランプリ九州大会に出場する車4台です。端っこのホーネット、これが店長の車、このスーパードラゴン風のブーメランが私、このホットショットモドキも私ですね。で、これがいいのが、知人にあげる車ですね。もう貸すって言ってたんですよ、もう差し上げることにしました。大事に使ってください。で、ここから、店長の走行するところを撮っていきたいと思います。グリップが高くてね、ピンリップとしてましたが、三井グリーンランドで走りますので、グリップが低入なんでね、多分大丈夫だと思います。じゃあこれで頑張ってもらいましょう。では、この動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いします。それではさよなら。